幼親は中国三国時代の呉の官僚。自は玄直。幼州呉軍営案件の人。父は幼児期。母は陸村の姉妹。陸村のおいにあたる。画商と共に戦闘の学者のハンダイラーの下で学問を学んだ。赤カラス八年、二宮事件の際には、長久や古丹、古商兄弟らと共に前奏。 前より岐阜市の残言で失脚させられ、公衆への流罪に追い込まれた。長急、古丹、古将らが、入る先で没する中、養子は生き延びて、後に罪は免除となり、内地へ戻った。第四代皇帝の孫弘士の時代である、法帝元年、退場となった。法帝二年十二月、死とのもう一人と共に使者として派遣され、官僚や、中軍の補機二千人を率いて、 霊語史にて、東の片間川の領母である、明良に、患者を迎えさせた。健康元年、陸外の臨終の際が、孫博氏に対し、国の支えとなる人物として、名を挙げたうちの一人である。要真の残した著作として、死の基十巻があり、真の馬国巻の版が残る。また、歴史史の記載の基づいての疫学の著作、収益中があり、宋の時代に失われたが、 真の時代の版が残る。真の孫堂の著作、漢儀21回期中には、陽真の収益中一巻文馬国間の著作、玉箱三望集一書には、陽真の収益用紙、二巻文が収録されている。他の陽真の著書としては、陽子、新書二巻、陽真集、天音論ロン、などを残した。陽真は天文学にも博識で、 アマネロンを唱えた。人は、霊中となりで、形は最も天に似ている。今の人々の下顎前は贅沢に胸に面して、うなじわせを覆うことができない。その体は互いに近くにあるので、ゆえに、天の体は、南は地に入るぐらい低く、北は少し高いことがわかる。また同時に北極は低く、天の運行は南に近くて、ゆえに日は、人から遠くを去り、 戦いは、人から近くを去り、北天の木はいたって、ゆえにり感なり。下死に北極は起きて、天の運行は北に近くて、ゆえに戦いは行く人から遠くを去り、日は、人から近くを去り、南天の木はいたって、ゆえに情熱なり。北極が起きている時には、日は、地中の浅いところを通り、ゆえに夜は短く、天は、地より高くを去り、ゆえに日が長くなる。 北極が低い時は、日は、地中の深いところを通り、ゆえに夜は長く、天は、地より下へ去り、ゆえに日が短くなる。ありがとうございます。